どうもこんにちは、タカです。どうもこんにちは、ライトです。今回もマインクラフトやっていきたいと思います。お願いします。30レベルになりました。30レベル、30レベルに、なったんで、何かにエンチャントしたいと思います。何がエンチャント、はい、何エンチャントしようかな。あれここにあれなんかここにチェストない？ありますね。前ありましたっけ？あー、前なかったな気がするな。ちょっとじゃあ開けてみますか。何が、もしかしたらお宝がなんか入ったかもしれんな。あ、ダイヤモンドの剣がちょうど入っとる。おお、これはもう神様からの贈り物が。これにもうやってもらおうか。ですね。なんやこのわざとらしい。わざとらしいな。これにじゃあやりたいと思います。何がつくのか。まあ30ですから、いいものがついてほしい。入れたらいいんやな、これ。そうですね。ほんで、30を。お、30ありました。はい。なんかこれな、ツイッターでもらったんやけど、これ一応、文字としては、機能しとらしいな。あ、はい。あんまり、意味のわからん文字らしいんやけどな。普通ね。うん。解読しても意味がわからんらしい。じゃあ、30レベルやります。はい。丸ボタンでいけるな。そうですね。オッケー、いきます。では何がついたか見て。それはどういう意味で、返します。これな、これ絶対あかんやろ。ですね。アンテッド特攻とかだったら、どんな敵に、敵だったら効くんですけど、虫殺しは雲だったりとかに。30レベル頑張ってこれですね。ちょっと、まあ返しとこう。チェストの中に返しとこう。まあまあまあ、しゃあないな。ですね。あれ、でもまあ、ダイヤモンドのピッケル、ピッケルちゃうわ、もう。なんかな、ピッケル言いまくっとな。はい、人参あげる。ありがとうございます。ライト君、首曲がってもとうで。あ、なんか、下向いとったんか。はい。今回の動画は、ネザー行って、ネザー行ってもう保管できたんだっけ？タカさんが経験値集めてる間に、ネザーの遺跡を見つけたんで、あ、遺跡見つけたん？はい。遺跡って、何？ブレイズがいるところです。今から、ブレイズロット借りに行くんやったっけ？ですね。あと、ブレイズの粉とがあれば。ブレイズの粉は、エンダーアイが作れます。エンダーアイは、まあ、ラスボスの、エンダードラゴンの、そのいる場所というか、いるドアを教えてくれます。なるほど。いるドアというよりもゲートですね。なるへそ、なるへそ、なるへそ。じゃあ今からネザー行きますか。行きますか。疑問系やけど、ネザー行ったらいいやんな。ですね。じゃあ持っていくもんなんかある？ですね。まあ装備はつけてもつけなくてもどっちでもいいと。どっち行く？マグマあったっけ？マグマはありますけど、遺跡にはないです。つけていく？まあでもいっぱいあるから大丈夫か。頭だけ。鉄いっぱいあるで。じゃあ頭だけつけます。オッケーっす。じゃあ俺全身防具で。剣いるよな、剣。ですね。剣何個ぐらいいる？剣じゃ自分一つ。じゃあもう一つで持っていこうかな。ピッケル、ツルハシはいるかな？ツルハシは、まあ、持っといてもいいと思います。そういうものが、ものというよりも、取れるもの。あるんで、取れるものが。鉄？そうですね、鉄ですね。鉄のツルハシ持っていくか。あと、ダイヤで掘るほどのものはないんで。なるほど。シャベル、石のシャベルぐらい持っていったといいか。ですね。あと、スケさんから偶然取れた、エンチャントの弓をもらって。うん、俺も弓一個持っていくか。弓持っていこう。あと、松明も持っててもいいと思います。OK です。あと、印に土も。土。あと、もうそんなこと言ったら、なんかすごいいっぱいになりますね。そうやな、まあ。まあ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 。
えんちゃん。地図は持っていかないでいいと思います。地図はいらん。はい。あ、砂利持ってこい。あ、砂利も、砂利取ってた。あ、砂利取られた。なんか。あ、砂利返します。あ、ええで。丸石が欲しかったんですよ。あざっす。丸石は、なんか下のチェストに預けてきてもだな。もう大丈夫でしょ。あ。ん？あ、鉄持って、鉄を28個持ってました。いらないのに。うん。なんで、それを、自分は剣と防具に変えます。死んだらまずいもんな。ですね。よっしゃ、行きますか。あ、もうそれなら全身やっとこう。オッケーです。タコさん、鉄剣持ってましたよね。あ、これ鉄剣じゃない、鉄ピッケル。石の剣や、これ。鉄ピッケル持っていっとで。はい、鉄剣2つ作ります。オッケーです。お願いします。それと、防具を。お、ちょうど。おう。おお、ライト君武装。え武装派ライト君。武装。武装高。オッケー。行きますか、じゃあ。はい。この、絵に誓って。うん。全く意味わからん絵やけどな、これ、ほんまに。さっき虫殺しついたやん、このせいで、ほんまに。先生、もう、どうせなら倒される。あの絵は倒される。運命。うん、虫殺しで、あ、ちょっとその前にあいつを試練です。あいつやばい、まあ、戦うのがめんどくさいだけなんですけどね。 OK。 虫殺しってなひどいよな。そうですね。お、よし、ナイスです。え、一番外れ、もしかして。まあ外れっちゃ外れですね。当たりではないよな。レベル4なのは、まあ、うん、いいと思いますけど。うん、あ、余計なダメージを、まあいいや。いきますか。はい。じゃあ入ります。久しぶりやな、ネザー。ネザー侵入。めっちゃ燃えとる。どっち行ったんや、これ。あれ、なんか、違う場所に出っと、なんで上に出るん？あれ、バグってる。なんかバグってる。大丈夫、ライト君。はい。めっちゃ。なんでこりゃ。よっしゃ、倒した、ガスト。ガスト倒したで、俺、ライト君、今。やったぜ。やったぜ。送り主へ変、これ変装。バグった？いや、こっちからこれを見てください。うん、ここに、ネザーの中ありませんか？あるある。ゲートが。あるある。さっきそこに作っとったん。はい。なんですか、上についてません。しかもなんでここだけついているのかもわかりませんし。うん。まあ、帰れることは帰れません。行くか。なんだっけ、ポテト借りに行くんだっけ。そうですね、こっちへ。ちょっと待って、鉄の剣装備しとこう。石の剣装備しとこう、俺。何の音？あ、ライト君お腹の音。え？ライト君お腹の音、今の。あ、いや、こいつですね。あ、そいつか。もう全、完全否定。ゾンビビッグマンね。ゾンビビッグマン。ライト君のお腹の音か思った。冗談やけどな。怒らんとってな、レイト君。あ、大丈夫ですよ。決して、ネニーは。まあ、そのことに思ったらもう人間。だよな。よっしゃ、行くか。上？あ、はい、こっちです。あの、ツルハシつけと、ツルハシ、あれ？俺、松明忘れてったみたい。あ、自分持ってるんで、まあ、大丈夫だと思います。松明忘れてった。持って行きとった、思っとったら、忘れてきとった。あ、危なー。落ちちゃった？あ、いや、落ちそうになりました。危な。危な。結構下をちゃんと確認したかな。これが。お、スライム、進化系や。はい。ホットくん。進化系ではないんですけどね。ホットくん。めっちゃ熱いやん、こいつ。はい。分裂しまーす。おわ、めっちゃ分裂するやん。そうですね。こいつ虫ちゃうもんな。そうですね。虫に使えることを探したんやけど、虫ちゃうもんな、こいつ。虫って他なんかおったっけ？いや、いないと思いますよ。おらんか。クマだけか。どっから入りましょうか。中はまだ入ってないですよ、自分も。どこなん？場所。あ、この真上です。真上？あ、上なんや。あ、あれがなんか目印な、この柱みたいなのが。そうですね。あー。
松明足りますか？ここを掘ってください。ここを掘ります。ここを掘ってくださいです。はい。したら、中入れるはずです。OK です。こっち向きでええやんな。あ、発見。すごい音楽ですね。柵がある、柵が。はい、それは突き破って。暗い。では、ここは私が。お願いします。あと、出口を示すために。ん？出口確保？あ、なるほどな。なるほど。あ、横につけ、あ、これでいいか。OK です。で、こっちにも、ここ迷いやすいんで、まあ、こうしてった方が。おぉ、すげえ。あ、えれえ、えれえ。頭いい。まあ、だいたいここですね。あと、これは持って帰りましょう。これ何？暗黒だけ？暗黒だけ。まあまあ、まあ、そうですね。ほう。なんかこれ使うんや。ですね、ネザーボートです。ネザーボード。ボートです。ボート。はい。あ、上か。あ、適当に行ってるだけです。自分、道とりあえず、松明で OK 置いとこうと思って。はい。あー、そんな風にするんや。いいよ。いいよ。ね、M かよ。M かよ。なるほどな。そうやって迷わへんねや。まあ、多分迷わないっていう。あ、いい景色。ゾンビビッグマン多いな。そうですね。今は、あれか。あいつを探しとんか。ポテト。そうですね。まあ、ポテトのスポーンがどこにあると思うんで、まあ、帰りましょう。この、ブロックって、あれなん？さっきのブロックって、ツルハシやったら、結構掘れるん。これ丸石と同じ感じか。そうですね。自分忘れたんで。鉄のツルハシしかあと一本ないな。まずいな。まあ、いっか。まあ、いいか。なんか他、鉄のツルハシじゃないと掘れへんもんとかあるん、ここ。ですね、この中にはないです。あ、この中にはない。この中で基本掘るものはないです。うん。宝箱があったり、ちょっと、めんどくさくなってきたな。まあ、いいや。まあ、こんな感じで、どっちから、まあ、こんな感じにします、自分は。なるほどね。すげえな。結構広いんやな。そうですね。綺麗な。松明持ってこればよかったな。全く持ってそう思うな。あ、間違えた。なんか、スケ。スケはおらんか、ここに。今の状態では、パソコンなら、いるんですけど、PC 版なら。こっちやな。暗いな。いけいけゴーゴー10。ここは行き止まりか。そうですね。な、行き止まり多いですね。行き止まり多いな。ポテトはこの中におるんやんな。いや、この中にはいないです。あ、中にはあらへんの。はい。なんで、今外を探しております。あ、外を探しとんか。ここ乗ったら危険。あれ、いない。どこどこ。ライト君どこ行った。ライト君どこ行っちゃった。 あった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 。こっちです。はい。迷子になってました。あ、なんでこんなとこマグマある。まあ噴水的な感じなんですかね。へえ。マグマ噴水。ここにこれ掘ってください。あー、びっくりした。おー、びっくりした。なんかおると思ったら大量の。めっちゃおるやん。やばい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 。やべ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 。やべよ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 。小さくなったら攻撃の害はないんですけどね。あ、そうなんや。へへへへ。じゃあ松明を置いていきます。はい。
あ、でも、ひとまり経験値うまし。あ、ここ先なんかある。タカさん、はい、この黄色い光ってるやつを取ってください。光石。あ、松明よりも明るい光で照らすことができる。なんか結構あれやな、はい、使えそうやな。現実世界でも、現実世界というか使えますね。そういうやつ、そうですね。あ、なんて言うんだろう、特になんもなかったで、まあ、家に使えたりしますね。なんもなかった。あ、1個。これあれか、はい、おった、はい、ちょっと今松明置いてました。おった俺ちょっとおったって声が出へんなってこと。あれ、俺どこや。あれどこ行った。タイム高さ、おった。俺もおったで。俺ここ。あ、じゃあそっち行きます。はい。なんかここ危ないな。これやろ。ん、これですね。結構めんどくさいんですよね。これどうしたいん。あ、大量に松明置かないとダメなんですよ。うん、周りに置くだけじゃダメなんで、まあ、倒しましょう。オッケー、うまい。来た、倒した。あ、なんかブレイズロッドらしきやつ落としたね。あ、はい、落としましたね。なんかあいつ燃えてない。あ、ライト君が燃えとや。はい。あ、ガストもおる。ブレイズ、暗黒界に出現する敵。主に暗黒何々にいる。倒すとブレイズロッドを落とす。取り出ない。今、置きまくるん。もうこれは、松明置かない方がいいです。もうどっちかというと。あ、そうなん。はい、めんどくさいです。で、こいつをちょっとあれ、借りまくるん。そうですね。まあ、別に借りな、まくらなくてもいいんですけどね。いた。ブレイズの、まあ、そうですね、欲しいんで。もう、ゲットしたな。とりあえずこれで、一回は帰っていいと思います。一回帰る？はい、どっちでしたっけ？やばい、来た。死ぬ。やばい。あー、助かった。ちょっと待って、人参。あ、また、スポンした。やば、0.5 で生き残った。死ぬ。戻ってきて、ライト君。どこ？こっち。あ、そっちか。うん。はい、戻ります。帰るか。危ない、あ、逆ー。あー、なんで階段で普通に落ちた。何にもやられずに。アイテム拾って、じゃあ、帰還しよう。帰還。あー、ブレイズロッドが追ってくる。やばい。やめてくれー。ブレイズロッド追ってきませんね。そうやな。冷静なツッコミ入ったな、今。ブレイズが追ってくるんやな。そうですね。うん。よし、帰ろう。ライト君のこの道しるべを辿って帰りましょう。あ、ライト君いいやつやったんやけどな。なんかもう。過去の人みたいな感じやな。最後はマグマの中に落ちんように帰らなあかんな。ですよね。それじゃないと鉄も。あ、オッケー、よくぞ帰ってきた。ちょっとなんかどうしよう。あ、まあ現実世界帰ってもらいます。やるか。ブレイズロット持ったやん。ですよね。いいでしょう。ここら辺ハマって嫌やからな、慎重に行かな。あれは、お、びっくりした。ガストも折れへんよな。ですね。あと、じゃあタカさん。はい。タカさん視点から、なんかバグに見えませんか？バグ？はい。なんかおかしいところ、例えばこのネザーのゲートの、うん、なんか変なところとか。どっちの下？こっちです。あ、下です。なんか上だけついてるみたいな。
上だけゲートはついとうな。それバグですね。バグな？下は？下は消されたん？ですね。あとですね、上の方がなんかあの枠が自分ないように見えたんですよ。枠一応あるで。また自分ありませんでしたね。重いのかな。またなんか見てみて、その動画。はい。どうなんやろ、バグっとんかな。ライト君の方はバグっとんみたいな。お、帰ってきた。なんか重い。はぁ、帰ってきた。あ、重くなくなった。よっしゃ。これ、今結構撮ってますね。何を？あ、そこまで撮ってないか。うん、あ、そっか。今20分ぐらいかな。あ、そっか、今、スカイプの方の時間がぐちゃぐちゃなってんですね、うん。そうやな。エンチャントで結構借りよったからな。そうですね。スケさんを。どこでやる？ここか。まあ、とりあえず。あ、またオートセーブ入った。はい。オートセーブっす。エンチャント台、じゃあ、ポーション台を作ってもいいと思います。ポーション台。はい。普通の石と、普通の石と、何でしたっけ？ポーション台。あと、グレーズの粉、こちらです。あ、こちらですって言っても意味ないですね。食べ物欄に、あります。グレーズの粉。グレーズの粉というものが、グレーズのところから作れるところで。あ、あるわ。グレーズの粉あるわ。ですね。それで。一個作っとったらいい？まあ、そうですね。一個じゃあ作ります。で、ポーション台やったっけ？あ、いや、普通の石で大丈夫でした。普通の石。調合台か。調合台。ですね、ポーション台。ポーション台、調合台。なんかでもあれな、PC 版と結構読み方が違うん。調合台。ですね、そうですね、こっちは、日本語に完全されているので。じゃあ、作ります、調合台。はい、あ、作れますか。作ります。はい。いきます。こっち。作りました。はい。これ確か、壊せへんかったよな。壊したら、なくなってまうよな。あ、じゃあ、まあ、どっかに置いてください。どこ置こう。エンチャントの部屋に中置いとく？どこに置きますか？ここ、本棚並べてその上に置くとか。ここら辺置いとく？あ、じゃあ、この本棚消しま、壊しましょう。はい。それでなんか、雑、変なんで。雑やな。俺が雑に置いたやな、多分。で、ここに置きましょうか。はい。もう一回あれか。本棚。通り台を。あ、どこに置くって？この真ん中？あ、ここに置いたら、なんか見栄えが。あ、でも、ですね。うん。こっちに置いた方がいいですね。拠点の方に。あ、なるほどな。拠点。いつも練りに変えるしかあんましてへん、拠点。ですね。まあ、じゃあ、この雲の絵の下ぐらいに置いとく？はい。あ、でも、あ、そうですね。まあ、好きなところで。調合台。なんか、周り置いたらなんかいいとこあるん？これ。いや、特に、それは単体で。単体。ポーションやスプラッシュポーションの調合に使う調合台、できました。ですね。あ、まあ、続きは、まあ、次ぐらいでいいと思います。OK です。まあ、長々となると思うんで、あと5分ぐらいは取ると思うんで。じゃあ、調合台のここら辺で、あれか。終わりにしますか。はい。あ、武装返しとく。はい。他は、はい。ありがとうございます。まあ、じゃあこんな感じで。自分の持ち物は。はい。ブレイズロッドもゲットしたと。よし。じゃあ、今回のマインクラフト、ここら辺で、おしまい、かな？ですね。終わりたいと思います。じゃあ、終わります。ありがとうございました。ありがとうございました。